じにしてあんまりいい球が来すぎるとね、そういうことがあるらしいですね。そうなんですね、反対にどまったら来たらですね、引っ張ろうかちょっと流してみようかというね、一瞬迷っちゃうんですね。その辺 のバットコントロールですね。まして今ノーアウトランナー地面にいましたから、これはパトバシてやるかなんてことを言っていました大塚です。兵庫育英高校から東北福祉大を受けまして3年目、本当にこのシリーズの流れを大きく変えるようなハウエルのスリーランが出ました。大塚、さあ橋上フェンスの手前取りました。かけていました西武ライオンズの胴上げを見ようと、この一塁側そして大戸側ぎっしりと西武ファンが詰めかけています。ボールカウント1、2、1、3になりました。ボール2つの後ストライクが1球入りました。そしてまたボール。しかし若松さん、先ほどのハウエルの一発というのはこうヤクルト打線に勇気づけられますかね。そうですね、まあ、ある程度その選手が余裕を持ってね、今度はリラックスして打席、さあセカンドの左、その結果がこの橋上のセンターのヒットですか。そうですね、なかなかうまく打ちましたよね。野村監督ですが、大下さん、この場面はどうでしょうか。また打たせますよ。打たせます。今度はバントの構え、一塁線へ。バントのサインでしょうね。さあ、スリーバントの構えです。そこからピッティングに入りました。ヤクルトです。ファール。それとも追い上げかという1点ですからね。非常に大きく左右しますね。パリですの起用というのは今のところ成功しましたね。そうですね、成功してますね。こちらが西武のウルペンです。失礼しました。こちらが小田です。もう一人は新谷。さあ東尾さん、
渡辺久信が連打を打たれましたが、そうなんですよね。ちょっとやはり今のインサイドの速い球をね、パレードスに三遊間、まあ、いい当たりされましたけど、ちょっとこうスリーランでこうふっとこうなってますかね、自分自身のこう緊張感に糸が消えた感じしますよね。さあ飯田早くも送りバントの構え。西武の守備陣がどんなバントシフトを敷いてくるんでしょうか。三塁前へいいバント、この辺り若松さん、ヤクルトの攻撃のリズムがね、変え、ね、ましたか、ね、早いですね、判断は。今日の渡辺久信86球ヒット5本打たれましたが、そのうち1本があのハウエルのスリーランホームランでした。渡辺久信に代わりまして、小田ピッチャー小田背番号50。ここで左の新井を迎えて、このシリーズ初めての登板になります。小田がマウンドへ向かいます。西武の2番手は小田です。さあ渡辺久信が5回ノックアウト、2番手、今シーズンこのシリーズ初登板の小田です。そしてヤクルトベンチですが、大下さん、ここはピンチヒッター使わず新井でそのまま行くようですね。この小田がそんな長くは放らないと呼んでますからね、さあ新井、シーズン中はこの左ピッチャーを打つケースというのはあまりなかったんですが、あ、ここで治りました。若松さん、はい、この新井の対左ピッチャーに対するバッティングというのはどうなんですか。そうですね、上からこう放る左ピッチャーにはね、結構当てていくんですけども、ハンダスローというのはね、左のハンダスローというのはあんまりこう経験ないと思うんですね。まあ、ですからこの辺どう呼び込んで打てるかどうか。ここはすぐのケースではないですけども、ただ野村さんは3点取って何をやってくるか分かんない、いわゆる野村ペースのゲーム運びになってきてましたからね、ファーストゴロちょっとこぼした、セカンドがベースカバー、入りました、アウトになりました。ヒヤッとさせました、清原。強いゴロ、清原、ミットを抑えていきましょう。しかし辻が好フォロー。そしてここでピッチャー交代が告げられました。さあこの後のピッチャーは西武、一体誰なんでしょうか。小田はワンポイント、新井を打ち取りました、役目は十分に果たしました。ピッチャーの交代をお知らせいたします。おお、ここで森監督は第6戦のピッチャーだというようなことを言っていました新谷がマウンドに登ります。徳田さん、コマーシャルの間に三塁ランナーの橋上がホームに来れなかったかなというね、話がありましたが、そうですね、ワンアウト2、3塁ですから、内野ゴロだったらもうとにかく突っ込めと、そして完全にアウトならもうランナープレーで、これ1、3塁でもいいわけですから、だからそういったチームといろいろありますわね、今絵出ますけども、はい、全く行く気はなかったですね、はい、ということはそういう指示が出ていなかった。ですからサードコーチャーの指示はゴロだったら抜けてから行けと、こんな指示だったんでしょう。ただこれ足があるチーム、また広島の例を出して申し訳ないけども、いいえ、あまり点が取れないチームっていうのはやはりゴーですね、はい、生かしてますね。まあ、でも大下さんね、橋上もね、足も速くてね、その打球に対する判断というのはいい方なんですけどね、まあ、そういう感じで、ですから行ってほしかったですね。だからあんなケースは普段から訓練しておかないとね。でしょうね、さあ2アウトランナー2塁3塁で試合再開です。バッター古田、前のバッターボックスで久しぶりにレフト前へのヒットを打っています。
さあ古田に対します。日本シリーズ初登板ルーキー新谷、今シーズン4勝8敗という成績ですが、日本生命を経てこの西武に入ってきました。高校時代は甲子園でノーヒットノーランも達成しています。負け星ひっくり返してね、8勝4敗ぐらいでもいいような内容でしたよね。まあ、ついてませんでしたからね。特に後半のピッチング内容が、ね、非常に良かったですからね。さあ新谷対古谷、新谷も幸せだね、入ってすぐ日本シリーズが折れてね、こうして最近西武に入った選手見なかったら幸せですよね。そうだね、しかしこの古田の打席は非常にこうシュート、ストレート、変化球1球もないわけですよね。で一塁空いてますから、そこら辺のこう伊藤ね、まあ、ピッチャーもそうですけどね、間違いないようにしなきゃいけませんね。打ちました、ちょこんとバットを出した、センターの前でワンバウンド、1人生還、2人目も生還、5対0になりました。ハウエル、そしてこの古田、ヤクルト5対0、ヤクルトようやく打つべき人が打ちました。今のこの変化球に対するバッティングどうでした？まあ、泳いでね、なんとかこうなんとかしようというね、そういうあの姿勢がやはり見えましたよね。まあ、シーズン中もやっぱりこういうバッティングというのはあの何度かこうあったんですけども、やっぱり今日は本当にもうなんとかしようというね、そういうあの姿勢がこうヤクルトには見えますね。しかし大下さん、これまあ川のところまでいかないけども、今日のゲームに関してはヤクルト有利になりましたね。はい、ただ新谷と伊藤のバッテリーがちょっとこう欲っていうかね、当たりましたデッドボール、まあ、でもね、新谷とすれば、まあ、伊藤もそうですけど、またまた2アウトながらスコアリングポジションにランナーを送って、そして先ほどこのシリーズ15打席ぶりのヒットがなんとホームランになりました、ハウエル。おお、豪快な空振り。このハウエルの表情なんか見てましてね、はい、やはりさっきのバッターボックスの前までとは違いますね。やはりあの余裕がありますね。まあ、その瞬間にはあの両膝がね、うまくこう少し先ほどあの悪い状態よりはこうくの字になってという感じですね。しかしこの場面は3球三振でした。